パトリック・ジョセフ・ギャリティは、アメリカ合衆国、ネバダ州ラスベガス出身の元バスケットボール選手。NBA のオーランド・マジックなどで活躍し、現在は、デトロイト・ピストンズのアシスタント GM を務めている。コロラド州のルイス・パーマー高校で活躍し、州のチャンピオンに輝き、同行の永久欠番も授与されるなど注目されたギャリティは、大学進学の際に、 多くの有力校からの誘いを受け、最終的にノートルダム大学に進学。1997年には、ベックの最優秀選手に選出されるなど、同大学の主力選手として活躍。最終学年の4年生までプレーし、1998年の NBA ドラフトでは、19位でミルウォーキーバックスから指名されるも、同じくバックスが9位で指名したダークノビツキーの、 権利を軸としたダラス・マーベリックスとフェニックス・サンズを交えた大型三角トレードでギャリティの権利はサンズに移動した。ちなみにこのトレードの内訳はノビツキーの権利がバックスからマーベリックスにマーベリックスが6位で指名したロバート・トレーラーの権利がバックスに移動しスティーブ・ナッシュがサンズからマーベリックスに移籍するという内容だった。入団したサンズでは ベンチプレイヤーとして、プレイオフ出場に貢献するも、1999年オフに、アンファニー・ハードウェイのサイントレードの一環として、オーランド・マジックに移籍。マジック加入1年目の1999から2000。シーズンは、大半が、ベンチスタートながら、全82試合に、フル出場し、ハードウェイ放出後のマジックを支える。2000年は、トレーシー・マグレディア、 グラントヒルが加入し、マジックに大きな期待が膨らむも、ヒルが足首の負傷でシーズンの大半を欠場する事態に陥ったこともあり、キャリティにチャンスが回り、2001から02、2002から03シーズンは先発出場が増え、平均得点も10点以上を記録した。ところが2003から04シーズンは右膝の不調で結局はマイクロフラクチャー手術を受けたために、 シーズンほぼ全休。以降は制裁を書き、2007から08シーズンまでプレイしたものの、2008年9月11日に引退を表明した。2016年6月16日、デトロイトピストンズのアシスタント GM に就任したことが発表された。ありがとうございます。